早くエルサに会いたいな。きっと優しくてあったかくていい人なんだろうな。ほらやっぱりいただろ、喋って歩く雪だるま。どう見ても雪だるまだね。よく見てみよう。うわ本当に動いてるよ。どうやって歩いてんだ。多分この足で。あなたたちはオラフの知ってる人？ううん、知らない。青と緑とツンツンに知り合いはいないよ。ツンツンって俺のこと？てかなんで俺だけ色じゃないんだよ。俺の名前は空だぞ。あ、そう、緑のグーフィーだよ。私はアナ、知らない人だけど悪い人たちじゃなさそうよね。俺はクリストフ、そしてこいつはスベン。よろしくね。あなたたちはどこへ行くつもりなんだ。俺たちはこの不自然な冬を終わらせに行くんだ。そのために姉さんエルサに会いに行くの。姉さん、エルサ。僕たちもエルサに会いに行く途中なんだ。姉さんのこと知ってるの。うん、ここに来る前に一度会って、何があったのか詳しく教えてくれないか。もしかしたら大変なことに巻き込まれてるかもしれないんだ。姉さんが？それは本当なの？いいわ。なぜかあなた空って言ったわよね。空は信じられるって気がする。俺も同じ風に思ってた。ちょっと長くなるけどいい？うん。そうだ、スベンが腹を空かせてるみたいだ。俺たちはちょっと食い物を探してくるよ。行くぞスベン。ねえ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 、何が始まるの？何が始まるの？さあオラフ、俺たちはあっちだ。スベンと？ねえトナカイのスベンは？ああスベンも一緒だ。スベンも一緒なんだね。私たち小さい頃はすごく仲良しだったの。だけどある日突然エルサは私を避けるようになったの。エルサ、雪だるま作ろう。ドアを開けて一緒に遊ぼう。それきり姉さんとは長い間会えなくなって、エルサの戴冠式の日久しぶりに会えて昔みたいに話できると思ってたのに、私のわがままで言い争いになって興奮してこれまでの不満や不安をぶつけたら、姉さんは拒むように魔法の氷を放ったの。私が怒らせてしまったせいだわ。ねえドアを開けて心配してるの。会いたいわ、そばにいれば支え合える二人で、私たちだけでこれからどうしていくの。雪だるま作ろう。そして雪と氷だけ残してお城から出て行ってしまった。私はエルサを連れ戻したいの。エルサのことを大切に思ってるんだな。そうか、あの表情はそういう意味だったんだ。
リクが前に姿を消した時と同じ。大切な人だからこそ一緒にはいられない。エルサもアナのこと。アナならきっと仲直りできるさ。え？うん、大変だ、来てくれ。ん？何があったんだ？見てくれ。その枝は何？枝じゃない。まあ枝っちゃ枝だけど、オラフの腕なんだ。またバラバラになってしまった。バラバラ？バラバラで平気だぞ。平気よ、雪だるまだもの。集めてくっつければ元通りよ。元通り、面白そうだね。その辺に散らばってるはずだから、ソラたちもオラフを探すのを手伝ってくれ。わかった。おい、こっちだよ。あれ、おいしたオラフの声だ。なんだか窮屈だよ、動けない。そんなわけないだろ。さっきオラフの足が走っていくのを見たよ。やオラフの足だ。あ、オラフさ、驚かせちゃったかな。やへっ、捕まえた。やったね、そうだ。これで全部だよな。うん、アナのところに持って行こう。あー、こんがり焼けて。これで僕も小粋な夏の男の仲間入りだ。な、落ち着いて聞けよ、オラフ。いいじゃない、オラフが納得してるんだから。でも、雪は白い方がいいかな。
体の横を滑ってなかった。キャッホーやるわよ。いや、雪に紛れてわからないよ。キャッホーやるわよ。いや、これって氷の木？氷の花が咲いてるみたいだね。そんなに遠くまで行ってないと思うけど。キャッホーやるわよ。雪に紛れてわからないよ。くっつけてみればわかるんじゃない？これで全部だよな。うん。穴のところに持っていこう。みんな、ゆらゆら揺れちゃってどうしたの？オラフこそ大丈夫？ほら、倒れちゃいそうよ。いや、大丈夫。やっぱ、これじゃなかったよな。こんなだっけ？形はこんなだったよ。あ、すごい。これで全部だよな。うん。穴のところに持っていこう。あれ、アナ、みんなもどうしてそんなにちっちゃくなっちゃったの？違うわよ、オラフ。あなたが大きすぎるの。本当だ。最高の景色だよ。これは違うよね。気に入ってるのに。やり直し。そんなに遠くまで行ってないと思うけど。オラフに聞いてみたらどうかな。こんなところにあったのか。やったー。見つかってよかったね。これで全部だよな。うん。穴のところに持っていこう。これでよしっと。何か足らなくないかな。うん、こんなもんだろ。ふぅ、これでいいよ。やっと落ち着いた。あれ？ねえ、僕には立派な鼻がなかったかな。アナがつけてくれたでしょ。ソラ、鼻は見つからなかった？他になかったよな。俺が全部だよ。スベン。だって落ちてたんだもん。そうだよな。俺たちも探してたんだ。食べずに見つけてくれてありがとうな。お安いご用だよ。最高だよ。やっぱり鼻がなくっちゃね。でもさ、なんでこんなことになったんだ。それが奇妙な動物。いや、あれは魔物だな。俺は離れていて助かったんだが、魔物はオラフをバラバラにしていったんだ。やっぱりね。ハートレスの仕業だ。うん。ハートレス？うん。あの魔物、狼よりも厄介そうだった。クリストフ、あれ。また現れた。もうバラバラは嫌だよ。ハートレスは俺たちに任せろ。アナとクリストフは先に行ってくれ。わかった。え？でも、はっ、
俺たちも行こう。受けてみろ。
行け、スイッチ、はぁ、ほっ、やっ、ほっ、はっ、ほっ、あら、やっと、ほっ、動いてればすぐあったかくなるって。そらはどこでも元気だね。はっ、やっ、ほっ、やっ、
寒いと言ってなかった。はっ、よっ、そーれやっ、くそ、さあ、うん、城に着いたかな。はほはやほやほ。エルサの力で国中が雪と氷に包まれたの。国中が？エルサなら元に戻せるでしょ。いいえ、無理よ。やり方がわからない。できるはず。絶対できるよ。あなたたちはお城に入ったみたいだな。やめて！大丈夫？平気、何でもない。でも何か悲しいことが起きたような気がする。あなたたちが無事ならいいけど。何？うん、やめて！殺しなさい！危ないよ。次はお尻が来るよ。ちょっと、人のこと投げるなんて絶対許せない。おいおいおい、カッカ、話してよ。落ち着けよ。いいからほら、落ち着けって。分かった、分かった。あんな雪男ほっとけって。分かった、よかった、うん、あ、おい、よせ。ほら見ろ、あいつ怒らせた。ここは僕に任せて、逃げて。あー、ダメダメ、お前じゃないって。これじゃ何にもできないね。ここは俺たちに任せろ。
あとはよろしく。あれ、グーフィーは？ソーラー、いいこと思いついたよ。あ、何してんだよ。あ、そっか。ソーラー、グーフィー、今だ！おい！イエーイ！油断しないで！ここでやっつけるぞ！ゴールボール！雪ってふかふかだからさ、何度落ちても平気だよな。あ、もう落ちてばあり。いや、もう一回くらい落ちるかもね。もういいよ。
あなたたち大丈夫だったかな。あいつに捕まってなきゃいいけど。お城にいはあるかもしれないよ。そうだな。それに俺たちエルサに会いに行ったんだよな。会えなかったもんね。もう一度氷のお城に行ってみよう。さっきのも雪だるま？オラフと違うよ。でももしかしたらエルサと関係がある。はっ！助かった。やっ、やっ、ほっ、やっ、はっ、やっ、ほっ、やっ、やっ。しかもそのせいはありそうだよ。受けてみろ。やっ、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 それ。やっ、うっ、はっ、やっ、はっ、はっ、やっ、ほっ、はっ、やっ。そうよ。あれ、幸運のマークだよな。さ、よっ、へっ、よっ、やっ、はっ、よっ、いっせだよな。あの人は誰だろう。エルサのお城の人が迎えに来たのかな。どう見ても迎えに来たって感じじゃないぞ。あ、見て。いや、見に追いかけよう。
守りたかったんじゃないのかな。じゃあ俺たちと一緒に行くか。そうだ、だって俺たちもエルサを守りたい。同じだろ。エルサを探しに行こう。そうだ、誰とでも友達になれるのが空のいいところだね。まあね。ドナルド、グーフィー、置いてくぞ。待ってよ。
やよはほよは。やめろって、ほら下ろせ。クリストフの声だ。お前はここでちょっと待ってて、一緒に行ったらクリストフが驚くから。ダメだスベン、城には戻らない。彼女は恋人といるんだ。クリストフ、ソラ、大丈夫だった？俺は平気だ。ソラたちも無事だったみたいだな。あれ？アナは一緒じゃないのか？アナは城に返したよ。ん？何かあったのか？アナはエルサの氷のかけらが心に刺さってしまったんだ。放っとくと永遠に凍りついてしまうんだそうだ。凍った心を溶かせるのは真実の愛だけらしい。だから恋人のハンスがいるアレンデールに返したんだ。え？クリストフは？え？どういう意味？え？クリストフはアナをどう思ってるの？俺は単なる道案内だよ。そうなんだ。俺はてっきりお似合いだったよね。バクとフンジ、おじょじょじょ。なんだ？アナ！エルサ。エルサがあそこにいるのか？エルサとアナがあの城に。急ごう！吹雪が強くなってきた。寒い。どこかに隠れられるところはないかな。諦めずを待とう。気をつけて進もう。てるよ。頑張って。よし、吹雪が止んだぞ。エルサとアナ大丈夫かな。急ごう。
アナ。エルサ。エルサ、アナ。助かるかな？わからない。わからないけどやるしかないんだ。アトムスを倒そう。Ha!
ラクシーヌ、想定外だけどこの世界には二人もいたわ。マルシャってやつもそうだし、お前たちは何がしたいんだよ。ああ、もうマルシャには会ってるのね。だったら話は早いじゃない。さっきも言ったけど、ニューセブンハートよ。あんたたちが仲間を七人揃えられなくても、私たちの計画通り進めるための保険。他の世界の人たちを巻き込むな。ずいぶん男らしくなっちゃって、お姉さん嬉しいわ。でも巻き込みたくなかったら、ちゃんと7人の守護者を揃えることね。お前らこそ13人揃ったのか。王様からは1人足りてないって聞いてるぞ。もう揃ってるわよ。13の闇が揃った。光の守護者が7人揃わなければ、エルサとアナが危険に。大丈夫？二人は強いよ。僕たちも負けてられないね。そうだな。さっきの力があれば。アナ、エルサ。私を助けるためになんてことするの？大切な人だから。真実の愛が凍りついた心を溶かしたんだよ。愛は氷を溶かす愛。エルサ？そうよ、愛よ。あ、遅くなってごめん。急に呼び戻してごめんね。
13機関はもう13人揃ったって言ってた。鵜呑みにしていいのかな。俺たち何度か新しい13機関に会ったんだけど、あいつらニューセブンハートとか言っていろんな世界のお姫様を狙ってるみたいなんだ。かつてのセブンプリンセスはすでにその力を別のものへと継承している。機関は継承された純粋な光の心の持ち主をニューセブンハートとして探しているようだ。カイリは誰にも力を継承してないからニューセブンハートなのか。そうなるね。でもキーブレードを持つ守護者としてソラと一緒に戦う道を選んだんだよ。そっか。ティアはまだ見つかってません。でもバニタスが言ってました、ソラの中にベントゥスの心があるって。賢者アンセムの記録にも記されていましたから、確かな情報ですよ。それならベントゥスを助けられる。でもベントゥスの居場所はアクアにしかわからないんですよね。やはりまずはアクアを探さないと。俺が行くよ。いやでも、ソラは目覚めの力は取り戻したのか。いえ多分まだです。その力なしで闇の世界に行くのは危険だ。でもなんで笑うんだよ。いややっぱりインシッド様が言ってた通りだから。ソラなら無謀に乗り込もうとするって。なんだよみんなも。ソラは俺とミッキーが闇の世界で苦戦したから心配してくれてるんだよな。まあありがとう。でもまずは目覚めの力を取り戻すんだ。闇の世界にはミッキーと俺で先に行ってるから、後から追ってくれ。ああ分かった。でも無理しないで、何かあったら呼んでくれよ。そうする。無理というか無茶ですけどね。イエンシッド様の言うことは聞かないのに、リクの言うことは聞くんだね。全部聞こえてるぞ。では引き続きソラは力を取り戻すことに、王とリクはアクアの捜索に注力してくれ。はい。なぜ機関に戻った。かつての相棒に冷たいじゃない。それにしても新しいリーダーのおじいちゃん、なんで私たちみたいな裏切り者を仲間に招いたんだろうね。ゼアノートは中身に興味はない。我々を器としか思っていないからな。もともとの13機関の結成もゼアノートの器を13集めるためだった。ひどい。また乗っ取っちゃおうよ。いや、前も乗っ取れてないし、やめといた方がいいよ。なんであんたが。さっきマルちゃん言ってたじゃん、中身に興味はないって。それにしてもあんたみたいな役立たず使うくらいだったら鍋でも器にした方がマシよ。いやいや、さすがに言い過ぎだって。俺だって本気出せばそこそこ強いし、まあできれば戦いたくないけど。
あんたどこの世界にも行ってないでしょ。何がしたいのよ。だって俺補欠だもん。は？サイクスがビクセンも連れてきた。おそらくレプリカを使う気だ。また人形使うの？いやいや、それが今回はただの人形じゃないんだって。俺はレプリカの補欠なんだから。レプリカの補欠なんて、やっぱりあんたは役立たずじゃない。笑ってる。今回のレプリカはただの人形じゃない。忘却の城で使った陸レプリカは試作。その後もう一体、空の記憶から作られたレプリカは機関のメンバーとなった。そして今回のレプリカはさらに人間と等しいと聞く。完成はまだらしいがな。へえ。でも私、空たちに機関はもう13人揃ってるって言っちゃったよ。それはそれでいい。ゲッ、ゼムナス。こちらが13人揃ったと知れば、彼らも策を急ぎ、きっと準備は不十分となる。なるほど。でもさすがにこいつはないでしょ。ちょっと指ささないでよ。機関の結成ナンバー6まではもともと賢者アンセムの弟子。そこに7と8が加わり、13番目のロクサスはキーブレード使いだった。ではお前たち9から12の4名がなぜ選ばれたのか。強い心の持ち主だったからでしょ。いや、他の目的の達成のためだ。末席の私はまたのけものかな。あんたもいるの？もうほとんど前と一緒じゃない。私はちゃんと任務についている。補欠ではない。聞いてたの？趣味悪いな。カードは後に出した方が優位だからな。任務ってまさかシグバールの適当な噂しか情報がない謎の箱探しのこと？君に詳細を教える必要はない。それでゼムナス、他の目的とは？同窓会というわけでもなさそうだが。この4名の中にいる古のキーブレード使いを探すためだ。うん、あ、うん。